承認されました。執行部の提案に賛成の皆様の挙手をお願いします。賛成多数で執行部提案の内容は承認されました。今日は皆さんありがとうございました。私も代表を務めさせていただいて、この党、本当に好きでした。2年余り続いてきた国民民主党の歴史に一つのピリオドを打つことになりました。ただ私は最後に挨拶で申し上げましたけれども、この政策提案型の改革中道政党の立ち位置は今こそ必要だと思っています。今の日本に一番必要なのは、こうした偏らない現実的な、まさに中道改革政党だと私は思っておりますの で、私はですね、立憲民主党と新たにできるこの新党合流には加わりません。これまで、国民民主党の代表として、まあ船長として今申し上げたような、今の日本に必要な政策提案型の改革中道のポジションということをより明確にですね、仲間と共にこれからも訴えていきたいと思いますし、そのことを通じてコロナだけではなく日本が直面する諸問題に堂々と向き合っていきたいと思っています。